有料と無料の広告が検索っていうのがあるんですね、うん、さっきもちょっと触れたんですけど、検索は実は広告も出てるんですよね。で無料のところは自然検索とか、まあ、オーガニック検索って言ったりするんですけど、うん、それ以外には検索連動型広告って、検索したワード、例えばダイエット名古屋って検索したらダイエット名古屋に関連したような広告が上にボッと出てきたりするんですね。意図的に出すことができる、うん、お金を払って普通の人よりも上に出すこともできるということですね。お金払ってくれればっていう広告もありますと。はい、自然検索はさっき言ったみたいに関連性の高い、このサイトは関連性が高いなっていうことを Google が判断して順位付けをしてくれてるんですよね。ダイエットっていうワードだったら、これはそのダイエットっていうユーザーが知りたい内容が一番入ってるなとか書いてるなっていう、まあ、いろんな指標があるんですけど、そこを Google が独自に判断して上に上げてくれるんですよね。それが自然検索で出てくるんですけども、その上にも、検索連動型広告っていうのがあって、これはオークション形式、要はワンクリック100円で出してくれる人と110円で出したいという人と120円で出したいという人がいたら、120円出してくれる人を上に上げますよというような入札式で広告が出せる、はい、それ以外にもディスプレイ広告っていう、例えばニュースの記事を読んでるところに横に広告が出たりとか、ブログに横に記事広告が出たりとかっていうことができます。例えばこれで検索エンジンでダイエット名古屋で検索したところの上のところにタイトルがあって、その下にちょっと広告っていう、窓が出てるんですけど、ちょっと見づらいかもしれないですけど、この欄が広告なんですよ。一般的にね、上のところに広告が出るんですよ、 2,3 件ね。これお金払ってここのキーワードでここに上げてくださいというふうにして広告を出してる人なんですね。これだから誰でも出せるんですよ。まあ審査はありますけど、ここに出したいって言ったら出せるんですよね。その下には地図が出てきてますけど、その下の緑色の枠のとか自然検索、これはダイエット名古屋って検索した時にそれに近いワード、近いサイトだなっていうことを Google が、判断してこれに近いんだっていうことを挙げてくれるってことですね。で、ニュースサイトとかね、こういう記事ですね、そういうところの横にブログとかも横にこう広告が出たりするじゃないですか。これがディスプレイ広告っていう、記事中広告というか、まあ記事の中に入ってくる広告ですね、まあ、この3つのタイプがあるということですね。